はい、前回の続きちゃんでございます。ですね、ここ上杉家を全部倒しちゃって、まだね、包囲網のね、停戦関係があと18ヶ月もかかっちゃうので、それが解けたらね、ここら辺を攻めていこうかなと思っているんですけども、この時間を利用してね、こういうやつをやってるわけですね。今もうせいい先生が、いい先生いた、いい先生がいるときにやってもらうと。48、60、84、これが一番いい先生。まあ3ヶ月から2ヶ月から3ヶ月かかるんだよね。91、90、97の先生。91、90、96の先生に。96の先生。楽の。北海道、青森、
2万、承知しました。2万、上田城、かしこまりました。33万、どこに持っていくのか。駿府城は48万、ここが37万、か。上田城、に持っていこう。じゃあ上田城、上田城に運んでんの今2万、これ2万と20万、21万ぐらい。あ、ここもある。21万、23万、25万。ああ溢れちゃうね、ちょっとここに貯めておこう。他に持っていく場所がねないんだよ。内情もあるしね。弓の先生、剣術の先生、停戦あと17ヶ月。
たまにこの敵のチームのやつもね、たまにこうやってできるんだよね。できない。A、B、71、75、94、94の先生。88、93、95、95。A、81、
B S A97 の先生。96 B96 こっちの方がいいな。何もやってないんだけど時間が来ちゃったみたいですね。しょうがないよね、戦えないんだから今。1年以上あるんだよ。まあしょうがない、今回はここで終了ですね。